はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルですね、こちらでございます。はい、ドリッパーの話。あのね、最近ツイッターの方でなんか盛り上がってる話題があるみたいで、あの皆さんペーパードリップをする際にこのドリッパーに、ペーパーを、このペーパーをセットしますよね。でもその時に、うまいことドリッパーにフィットさせられないと、なんかペーパーをうまく丸く広げることができないという方が結構いらっしゃるみたいで、あのホットカフェさんという方もね、こうやってわかりやすくあの写真でツイートされてるんですけど、僕もね、あの思えばなんか詳しくペーパーの広げ方とかはやったことなかったなと思って、はい、ちょっとやろうかなと思います。僕がねやってるのは、普段やってるのはこの、まあ、布団のペーパー、これをまあこの点線ありますよね、これのまあギリギリのところで折ります。こうやって、ここをこうやって折り込んで、こうやってね、はい、綺麗に合わせて、まずは、きっちりしっかりと、紙を押し込んでっていうか押しつぶしてぴったり折ります。でここまでいったらこれ広げます。中に指を突っ込んで、この中指でも、もうこの指でもいいから、僕中指が やりやすいかな、指を入れます。入れ込んで、奥まで入れ込んで、この状態で、この2本の指でこうやって、なんていうかな、この折り目をなくすっていうか、こう丸めてあげるっていうか、この指の、これ指に沿ってこうやってこの折り目をなるべくなくしてあげて、こうやってこの丸くしてあげる。でこれを続けていくような感じで、こう、わかるかな、こう折り目をなぞっていく。この反対側とこう両方ともこうある程度までいったらもう紙が折れちゃうから、もう指を外してあげて、こうやって真ん中あたりからかな、指を外してこうやってもう紙をこうやって潰しちゃいます。でなるべくこの折り目をなくしてあげる。でそんな感じで、はい、こうなりました。そしたらもうこれ入れるだけ。そしたらもうね、ほらぴったりですよ。うん、ぴったりはまりました。まあ、要はしっかり、最初の折り目グッとやるのをしっかりつけてあげないと、ここが浮き上がっちゃうから、変なね膨らみができちゃうから、ここしっかり折って、でその折り目をなるべくなくしてあげるっていう、それが大事になってきます。はい、こんな感じでぴったり入りました。でこうしないと、あのドリップするときにね、ちょっとまあ妨げになったりとか、うん、変な注ぎ方になっちゃったりするから、まあここはね割と大事ですね。確かに、うん、あの僕もツイッターの方を見てね、あ確かにそうだよなと思って、ここ大事だよなと思って、はい、こんなプチ動画作ってみました。はい、まあ動画ちょっとどうだったかな、わかりにくい部分もあったかもしれないけど、まあとりあえずこんな感じです。もしよろしければ、実践してみてください。はい、というわけで今日のカズマックスの、サブチャンネルでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。よいしょ。